トーベ・マリカ・ヤンソンは、フィンランドのヘルシンキに生まれたスウェーデン語系、フィンランド人の画家、小説家、ファンタジー作家、児童文学作家である。日本語表記では、トーベ・ヤンソンもある。創作領域は、絵画、小説、脚本、詩、作詞などに及び、ムーミンシリーズの作者として、世界的に有名となった。本国フィンランドでは、画家としての評価も高く、 国内の公共建築の壁画など多くの作品を残している。1914年8月9日、フィンランド大公国のヘルシンキに生まれる。母親はスウェーデン人の画家のシグネ・ハンマルステン・ヤンソン。父親はスウェーデン系フィンランド人の彫刻家のビクトリ・ヤンソンだった。シグネとビクトルは1910年のパリで出会い、1913年に、 結婚して、モンパルナスで生活したが、1914年の第一次世界大戦によって、フィンランドで暮らすことになった。フィンランドではフィンランド語とスウェーデン語が公用語だったが、スウェーデン語の話者は少なく、ヤンソン一家は言語面で少数派だった。東部が誕生した8月9日は日曜日で、母シグネは翌8月10日に、 私たちの日曜日の子についての本を書き、娘の姿を似顔絵と文章で表した。シグネがスケッチをした一歳半の頭部はテーブルの紙に絵を描いており、歩くより前に描くことを覚えていた様子が伺える。フィンランドは1917年2月の独立宣言でロシアから独立し、1918年にはフィンランド内戦が起きた。ビクトルも兵士となり、シグネは 戦火を避けて、娘と共に、故郷のストックホルムで暮らした。シグネは、東部の写真や、東部が描いた絵を、戦地のビクトルに送った。ビクトルは、戦地からの手紙で、娘が芸術家になると思うと書き残している。幼少期の東部は、母シグネの仕事を見ているうちに真似をするようになり、やがて話を考えるところから本を作るところまでを一人でするようになった。 1923年の東部ビクトルの彫刻家としての成形は不安定で作品の依頼と助成金のほかではコンペの賞金が重要だった。シグネは1924年にフィンランド銀行印刷局のパートに採用され、それが家庭で唯一の低収入だった。1920年代のシグネは小説、詩集、辞典などの差し絵も描いていた。東部は 子供の頃から家計を心配し、絵の仕事で母を助けたいと口にしたり、日記に書いている。ヤンソン一家は、ルオッツ通り4番のアトリエで暮らし、東部や弟たちは芸術と家庭が混ざり合う環境で育った。東部はロフトを使って差し絵付きの冊子を自作し、1927年にサボテンのコブ、1928年にクリスマスソーセージという雑誌を作って、 学校で販売した。学校はコルケアブオリ通り23番にあり、東部は学校は苦手だった。ヤンソン一家はシグネの希望で夏をペディンゲン島のブリデー島で過ごし、東部は島々での暮らしを好んだ。ペディンゲン島での体験は、後のムーミンシリーズなどの作品の題材となった。1927年に、 キューブド・スタッド・ブラーデット氏が、ヤンソン家の取材に訪れた際、東部は、記者のエステル・オーケソンと知り合った。東部は14歳の時、オーケソンの仲介で、週刊誌、アンラス・クレーニカ・ニシと絵を掲載して、作家デビューした。1928年には、マンネル・ヘイム大統領の参加を制作し、作者名はトットという若い女性として紹介された。1929年に、 政治風刺を中心とする雑誌、ガルムに最初の風刺画が掲載された。絵に付ける文章はシグネと共に考え、出版記録をつけ始めた。オーケソンの担当によって、同誌で物語の連載が始まり、プリッキナとファビアナの冒険という2匹の幼虫を主人公にしたラブコメディーだった。作者名にはトーベが使われ、プロとしてのスタートとなった。トーベは作品が 家計の助けになることを経験したが、印刷された表紙の出来が想像と違っていたため、失望した。それ以降、色などの指示を編集者や出版社、印刷担当者に伝えるようになった。差し絵や物語の仕事と並行して本の自作を続けた。物語への関心が高まった当部は、見えない力というノートに冊文の長い物語も描くようになった。出版社に、 作品の持ち込みをはじめ、皿とペレと水の精のタコという作品はティグルマン社で出版が決まる。しかし企画は5年間延期され、1933年に出版された時の作者名はベーラハイとなった。その頃には東部はヘルシンキのアテネウムで画家として勉強しており、過去の冒険感を自分の名で発表したくなかったとされる。 1930年5月に15歳の東部は学校を自主退学し9月30日にストックホルム工芸専門学校に入学する女子学生クラス B 部で美術学生として広告やデザインの勉強をはじめ技法の授業を特に楽しみとした型にはまった授業や生活にはなれなかったが芸術家を目指す仲間との出会いは楽しんだ 家計を助けたいという考えもあり、進級について悩み続けた。進級後は美術工芸と印刷を学び、1933年に終了した際には装飾絵画で最高成績が与えられた。絵画クラスには名物教授として知られるオスカル・ブランドベリがおり、ブランドベリは、東部のテンペラ画を見て美大への受験を進めた。しかし、東部は美大を受験せず、卒業後は、 家族のもとへ帰ることを決める。東部が1933年に工芸専門学校を卒業した際、旅費の問題で、シグネは卒業式に出席できなかった。帰国後の東部は家族と暮らし、ヘルシンキにあるフィンランド芸術協会美術学校に通った。アテネウムも東部にとって居心地は良くなかったため、休学を経て夜間コースを選んだ。 アテネウムに通いながら、イラストや装飾画の仕事もした。文章も書き続けており、1934年には最初の短編小説、大通りを執筆して雑誌掲載した。東部は1935年に画家のサミュエル・ペプロス・バンニと知り合い交際した。東部はサミュエルを題材とした、木炭画や枯れわら風の作品を制作し、サミュエルは1940年に、 トーベの肖像を木炭画で描いた。トーベはサミュエルを芸術家として尊敬したが、サミュエルの喋りすぎる癖は苦手だった。後に恋人となるタピオタピオバーラともアテネウムで出会っている。タピオはフィンランド語を母語とする初めての親しい友人だった。アテネウムの絵画コースでは性差別を経験した。男性が優先されて、クラスの女性は減っていき。 東部といえばセーデルストレムの二人だけとなった。東部は1935年春の絵画コースで伊藤を獲得したが、12月の展示では男性の作品が良い場所に飾られた。校内で起きたフィンランド語とスウェーデン語に関する言語闘争も東部を悩ませた。東部はここで続けても何にもならないと日記に書き、学生仲間とタハティトルに通りにアトリエを構えた。 ここが東部にとって最初の自分のアトリエとなる。欠席や休学を繰り返してアテネウムを卒業した後はより自分に合った自由芸術学校に入学した。この学校は現代美術の動向や国際性を重視しており、東部はヒ0ルマルハーゲルスタムらに学んだ。後に東部はハーゲルスタムのアトリエを使うことになる。1935年に画家協会会員。 1937年には芸術協会会員となった。1930年代にはヤンソン一家は芸術家一家として取材を受けるようになった。1938年に奨学金を得てパリで生活した。モンパルナスとセーヌ川の砂岩を拠点とし、日中はリュクサンブール公園で過ごした。家族に向けた手紙には地図を描いて送り、 学んだことをフランス語で記録した。この時期に、かつて両親が住んでいた、モンパルナスの一角も訪ねている。フィンランド人の芸術家が集まるサンジャック通りの、ホテルでテラスに引っ越した。アンリマティスや、シュザンヌ・バラドンの色使いや構図にも影響を受けた。美術学校は、エコール・デ・ボザールに入学したが、東米には息苦しかった。他方で、スイス人のアドリアン・オリーが設立したアトリエでは、 自分のペースで制作ができたので、東部はそこに止まった。オリーは芸術家自身に自分の道を決めさせる教育方針をとっており、東部が自分のスタイルを決める助けになった。6月にはブルターニュも旅行した。1939年には新たな奨学金を得てイタリア王国を旅行し、パドバやフィレンツェの美術館、博物館、修道院、 教会をめぐった。東米はジョットをはじめとするルネサンス芸術を好んだ。イタリア旅行の時期には戦争の気配も近づいており、黒シャツ隊やナチスドイツのヒトラーを批判する意見を書き残している。イタリアで最も印象に残ったのはベスビオ火山の噴火と月の光で手紙で詳しく描写している。イタリアから帰って1ヶ月後の1939年9月に、 第二次世界大戦が始まった。フィンランドでは、弟のペール・ウロフや友人たちが招集されて、兵士となり、1941年に、ソビエト連邦と継続戦争が始まった。東部は、写真家のエヴァニコフと親友になるが、フィンランド政府は、ナチスドイツと協力していたため、ユダヤ人のエヴァは、アメリカ合衆国へ亡命した。東部は、自分のアトリエでパーティーを催し、 戦争以外のことに関心を向けようとした。他方ではエヴァに手紙を書いて、心の支えにしていた。東部は海戦の頃から、タピオ・タピオ・バーラと交際したが、東部が自立を望み、子供を望むタピオとは、意見が異なったため1942年に関係は、解消された。東部は、政治的な意見の違いで、父ビクトルと対立し、口論が原因で東部は、家族と離れ、 1942年にバンディッキ、ストール通り3番地にアトリエを借りた。パリ生活をもとに書いたアゴヒゲなどの作品が好評を呼び、東ベの名は次第に知られていった。また、ガルム氏の風刺画はヒトラーやスターリンも題材にして風刺画家として人気を呼んだ。後のムーミンとなるキャラクターもガルムで1943年に初登場した。 親戚や友人に会うことを避け、繊維公用的なものからは距離を置いて、制作に集中した。空襲対策の投下制限の中でも制作を続け、1943年には、レオナルド・バックス・バッカのギャラリーで最初の個展を開き、戦時中に80点以上の絵画を売った。1944年には、ウッダン・ディンナ一番地のアトリエに移った。 東部は、東のように天井が高いアトリエに満足し、このアトリエを生涯を通して使うことになった。1943年に哲学者で政治家のアトスビルタネンと知り合った。きっかけはアトスが屋敷で開催したパーティーで、東部はバイタリティがありパーティー好きのアトスと交際したが、結婚しない点を周囲から意見されることもあった。アトスは、政治的には、左派で、 地下活動の経験があり、1944年の東部の記録では夕食をしながら襲撃を心配したことも書かれている。東部は以前からスノークと呼んでいたキャラクターを1944年春にムーミントロールとして改めて物語に書いた。原稿を読んだアトスは好意的なコメントをして、東部は5月に原稿をセーデルストレーム社に持ち込んだ。 1945年に最初のムーミンの物語が小さなドロールと大きな洪水という署名で出版され、スウェーデンでもハッセルグレン社から出版された。フィンランドでは東部は有望な芸術家とみなされていたが、当初の書評はグールドモーネだけだった。スウェーデンでは小さなドロールと大きな洪水は注目されなかった。当地では同年に出版されたアストリット・リンド・グレーンの 長靴下のピッピが人気を呼んでおり、戦争の影響がない。ピッピに対して、小さなトロールは戦争の影響が見て取れるため、系統が違うと解釈されたのが原因だった。1967年の東部ムーミンの物語は、東部の励みになり、小さなトロールと大きな洪水に続く2作目の執筆を始める。東部は、アトスと共に、 彼の故郷のオーランド諸島を訪ねて、北部のサルトビークで1945年の夏を過ごし、オーランドの風景をムーミンの世界に生かした。当初のタイトルは、ムーミントロールと恐怖の彗星で、総行にはアトスも、肯定的なアドバイスを書き、東部は執筆に熱中した。1946年秋に二作目が、彗星追跡というタイトルで出版された頃には、三作目の 楽しいムーミン一家の執筆を始めていた。同時期に演出家のビビカ・ワンドレルと出会い、東部にとってビビカは初の同性の恋人となった。東部はビビカによって絵が豊かになり、無駄な名誉欲から解放されたと感じた。しかし当時は法律上の問題もあり、二人は交際を隠した。彗星追跡もセーデルストレム社で出版されたが、 初版の売り上げはかんばしくなく続編が検討されなかったため、楽しいムーミン一家の原稿は私立者に持ち込んだ。秋には最初のムーミンコミックスのムーミントロールと地球の終わりの連載をニューティード氏で始めた。連載は好評となり、書籍のファンも増えていった。楽しいムーミン一家は1948年のクリスマス商戦で出版され、 スウェーデンでは1949年にフーゴ・イエーベル社が出版し、多くの評論家も高く評価した。1950年には楽しいムーミン一家の英訳がイギリスの弁社から出版され、1951年にはアメリカでも出版された。イギリスのイブニングニュースはムーミンの連載漫画を申し出て、経済的な利点を重視した東部は契約を交わした。 連載は1954年に始まり、やがて40カ国の新聞に掲載されて最盛期の読者は2000万人に達した。後に連載は弟のラルスに引き継がれた。スウェーデンやイギリスで人気が出た影響を受けて、フィンランド語への翻訳も進んだ。1958年にビクトルが亡くなった。ムーミンパパカへ行くは、ある父親に捧げると書かれており、これはビクトルを指す。 1970年にシグネが亡くなり、以前から執筆を進めていたムーミンなにの11月を発表した。小説としてのムーミンシリーズは終了し、以後は大人向け小説の執筆を続ける。トーベット・トゥーリッキが暮らしたクルーブ島ビビカとの交際が終わった後、1947年にブレトシアル島で生活するようになった。ラルスの協力で風入図及ぶ小屋を建て、 旗にはムーミンを描いた。島の暮らしは平安をもたらしたが、次第に住む人数が増えて手狭になった。1955年にフィンランド芸術協会のクリスマスパーティでトゥーリッキ・ピエティラと出会い、1956年にトゥーリッキはブレットシャール等の東部の住まいを訪れた。東部とトゥーリッキは芸術の方向性が異なっていたが、人生の価値観は共通しており、 同性生活を始めた。二人とも手作業を好み、旅行やビデオ撮影、後には縮尺模型を共通の趣味とした。ムーミンの人気によって、ブレットシャール島への記者やファンの訪問が増えると、東部とトゥーリッキは離れ、小島のクルーブ島に小屋を建てて移り住んだ。二人は夏をクルーブ島で過ごし、冬はヘルシンキのアトリエで寝泊まりしながら制作した。 1960年から画家としての再出発を決め、絵画作品の署名は東部からヤンソンに変えた。1960年代末から大人向けの小説の執筆が増え、最初の短編小説集、聞く女から1980年代にかけて、長編小説3冊と短編小説集5冊を発表した。それまでの作品を演劇、映画、テレビ、 ラジオなどのメディアに合わせるための脚本も執筆した。1971年富士テレビ放送のアニメ版、ムーミン放映の仕事で、トゥーリッキと来日し、その後世界一周旅行を続けた。1990年には、テレビ、東京放送のアニメ、楽しいムーミン一家の監修で来日した。クルーブ時までの暮らしには、不自由なことも多く、年齢による体力の変化も気がかりとなった。 東米とトゥーリッキは1992年に島を明け渡し、1965年から毎年続けてきた島の暮らしを終えた。1990年代に癌を患い、最後の作品として短編小説集、メッセージを発表した後、ヘルシンキで死去した。ウッダンディンナ一番地のアトリエの東米芸術家としての東米のアイデンティティは画家と作家の二つだった。 職業を聞かれた時には、画家と答えた。自分は個人主義者だとしばしば主張しており、集団の中で同じ方向を向くことは好まなかった。抽象画のような芸術の新しい流れや運動からは、距離を置きながら自分にとって正しい道を選ぼうとした。東部の活動には、働くという姿勢が一貫していた。12歳から書き始めた日記には、 働くという言葉が多く使われていた。ヘルシンキのアトリエでは、想像やインスピレーションという言葉の代わりに、働くことや意欲が語られた。東部が好んでいた芸術書として、フィレンツェの画家であるチェンニーのチェンニーにの絵画術の書がある。チェンニーには、刑務所の服役中に、ルネサンス絵画の手引き書としてこの本を書き、フレスコ画やテンペラ画の筆遣いや、 彩識方法を解説している。また、チェンニーには、40歳までに何かを成し遂げたなら、自分の手で電気を書か,かなければならないと書いており、ムーミンパパの思い出に生かされている。ムーミンの原型となるキャラクターは、ガルムで1943年に初登場しており、当初の名前はスノークだった。スノークは、夢や幻覚などファンタジーに関する文章とともに、登場し、 風刺が向けの怒った顔をしていた。1944年には、ガルム以外の絵にもスノークが登場して、作家のサインとしての役割も果たした。1945年8月に東部は、私の新しい肩書きは、スノークプジンと書き、ガルムのクリスマス号でスノーク姿の自分を描いた。 ムーミントロールという名前は、ストックホルム工芸専門学校時代のおじのエイナルの話が元になった。ムーミンの物語は、文章と挿絵を共に、東部が手掛け、著者、挿絵画家、デザイナーのすべてを自分の役割とした。切りりでサンプル本を作り、バランスを見ながら指定を書き込み、絵に番号をつけて配置を指定した。レイアウトでは、ページ構成と絵の配置、 文章と余白部分を検討した。ムーミンに絵本の、それからどうなるのでは、幼少期の体験をもとに仕掛け絵本を作り、これもレイアウトと製本作業の指示をすべて行った。ムーミンの舞台化やテレビ化にも関わった。初の戯曲は、1949年にビビカの勧めで執筆した、ムーミントロールと水星の舞台版だった。フィンランドでは、 イルッカ・クーシスト作曲のムーミン・オペラが1974年に国立オペラ劇場で上演され、スウェーデンでは1982年にストックホルム王立ドラマ劇場で冒険劇が上演された。舞台監督はビビカが務めた。1965年には東部作詞エルナタウロ作曲のホステビザがフィンランド国営放送音楽賞で3位を受賞した。 スウェーデンのテレビ番組では脚本を書いた。東部にとってムーミンの物語は戦争中に自分の楽しみとして始めた趣味だった。しかし、ムーミンシリーズのヒットによって海外に使える時間が減ると人々の期待とのバランスを取ることが苦痛になり、生涯の悩みとなった。コミック連載中の苦労については、後に短編小説連載漫画家で題材にした。 口日するように、東部は子供向けとされた作品にも不安や脅威を描いた。このためムーミンは子供も大人も楽しめる作品として人気を得たが、他方で児童書は子供向けにのみ書くべきだという批判が起き、ムーミンに対する反対運動も起きた。舞台版、ムーミンの表現をめぐっては子供の親から苦情が寄せられた。東部は解釈は観客のものという持論だったが、 子供向けとして適切な表現かどうかという批判にはそうなるとひどいという言葉自体を禁じなければならないというコメントを掲載した時もあった小さい頃からスケッチブックや日記に家族や自分を描いた東部が展示した最初の作品は自画像で1933年のヘルシンキで開催されたユーモリスト展で発表したアテネウム時代に描いた 富士の椅子に座る自画像では背後の壁に絵が描けられており、イーゼルがあり、画家としてのアイデンティティが強調されている。戦争をきっかけに家族から離れた1940年代に最も多数の自画像を描いており、毛皮の帽子をかぶった自画像大山猫の襟巻きの自画像などがある。画家としての再出発の際にも手始めに自画像初心者を描いている。 1975年の最後の展示会でも自画像を発表した。家族や友人、パートナーの肖像も描いた。エヴァコニコフの肖像画のように買い取られないように高値をつけることもあった。戦争中のヤンソン家を描いた家族という作品もあるが、後に自分で失敗作として評価している。ガルム氏で描いた風刺画は人気を呼び、フィンランドでは 一流の風刺画家としても知られた。1938年のミュンヘン会議をテーマにした絵ではヒトラーが甘やかされた子供になっている。1944年のラップランド戦争をテーマにした絵では複数のヒトラーが街で略奪や破壊をしている。日本への原子爆弾投下から1年後の1946年8月には核戦争を暗示する世界から平和の天使が去っていく。 絵を描いた。東部の作風は過激とみなされて、検閲にかかった時もあったが、東部自身はガルムの仕事で良かった点として、ヒトラーやスターリンに対して悪態をつけたことを挙げている。ガルムの編集者、ヘンリー・レインとの仕事も良好で、東部は約24年間この雑誌に関わって、表紙画を100枚、風紙画や挿絵を500枚ほど制作した。 第二次大戦後のヨーロッパでは公共空間に芸術作品を展示するパブリックアートの活動が起こった。東部はパブリックアートの技法を学んでおり多くの依頼を受けた。1947年にヘルシンキ市庁舎の地下に2点のフレスコが田舎のパーティーと都会のパーティー。1949年にはフィンランド南部のコトカの幼稚園で7メートルの壁画を描いたほか、 レストラン、社員食堂、工場、ホテル、学校、小児科病院などで制作した。最盛期は1953年で、その後70歳になっても描いた。田舎のパーティーと都会のパーティーには、当時の恋人ビビカと東部自身をモデルにした人物、そして小さなムーミンを描いた。1958年に、ルイス・キャロルのスナーク狩りのスウェーデン語版の挿絵を描いた。 東部はこの作品を難解だけれど面白いと評価し、原作の詩だけを読み、他の挿絵を参考にせずに制作した。1965年に、キャロルの、不思議の国のアリスの挿絵を依頼されると、東部は素晴らしい物語だと評価してホラー仕立てにする、提案をした。東部は、キャロルの作品には、ホラー的な要素があると考えていたが、出版社に反対された。 1961年には、トールキンのホビットの冒険のスウェーデン語版の挿し絵を描いた。これは、アストリッド・リンド・フレーンからの依頼がきっかけだった。トーベは、トールキンの作品にもホラーの要素を見出して、魅力的だと考えたが、トーベの表紙案は子供向けではないと出版社が反対し、修正に応じた。出来上がった本は、結果的に注目されず、後年に、 挿し絵は批判も受けた。当部は他の作家の挿し絵なら誰の作品を描きたいかという質問でエドガー・アーランポーと答えている。1960年代に画家として再出発をした際は自然主義的な写実画から次第に変化していった。1950年代から1960年代のフィンランドでは中小絵画が流行しており、1961年の 国際展では、ほとんどがアンフォルメルの作品の中で、東部は、生物画を出展した。写実画のスタイルを保ちつつも、次第に抽象化を進めていった。積極的に古典を開き、1960年から1970年までに5回の古典と1回の共同展を行った。東部は、自分の物語に人気がある理由として、スクルットについて書いているからではないかと語っている。 スクルットとは、どこにいても居心地が悪く、人の輪の外に立っている、恥ずかしがり屋を指す。人間は幸せな時もどこかに恐怖感があり、それを認めることでシンプルな世界や穏やかな心を手に入れたり、恐れる気持ちを楽しむことができると東部は考えていた。そのため、東部の物語には、不安や脅威が描かれている。当時は子供向けと大人向けの本が分かれていたが、 東部の作品は、自動書として出版した、ムーミンシリーズも大人が読んで楽しめる内容になっており、出版社が戸惑うこともあった。子供時代の1921年から1924年の間に作った本は14冊が残っており、番号が振られていて、作者名として、東部マリカヤンソンと書いてある。内容は、おとぎ話やファンタジー、聖書風の設定や、 お化けやゾッとするような出来事が多い。7歳で書いたプリックはあっという間に息を引き取るは、プリックという犬の病気と死の話だった。青い騎士という本の裏表紙には、東部の少年少女向け作品という観光予定の作品リストがついていた。ムーミンシリーズが広まった後、 児童文学作家について書くことを編集者に打診された東部は偽物児童文学作家というエッセイ集を発表した。講演をもとにした内容で子供の感性やクリエイティブであるために必要なことが書かれている。作家は書きたいという思いがあるから表現するのであり、子供の読者があるから書くのではないという東部の作家論になっている。1970年代から大人向けとされる 物語を執筆し、初の小説集、聞く女を発表した。1970年代以降の小説には、孤独や、老い、精神の暗部やサスペンス、スリラーも描かれており、ムーミンでは描けなかったことやさらに発展させた内容が含まれている。長編小説としては、誠実な詐欺師、石の弦やフェアプレイの3冊を発表した。誠実な詐欺師は、 女友達との奇妙な関係。石の源也は、新聞記者だった男の物書きについての苦悩。フェアプレイは、芸術家の関係をもとに共同生活の難しさを描いた。1970年代以降の小説には、女性や男性の同性愛がしばしば描かれ、特別ではないこととして扱われている。東部は自伝そのものは書かなかった。自伝的な作品として、彫刻家の娘や、 クルーブ島での生活についての島暮らしの記録を書いた。トゥーリッキとヤンソンが制作した映像作品のトラベルウィズ・トーブ・ハル・ザイランド・オブ・ザ・ソリタリーはいずれも二人についてのドキュメンタリーになっている。トーベとトゥーリッキはムーミン世界の模型を作った。きっかけは医師のペンティエストラが趣味で作ったムーミン屋敷のミニチュア模型を見せたことだった。 二人はより大きなムーミン屋敷の模型に取り掛かり、夏はクルーブ島で作業をした。三年間をかけて2メートルの模型を完成させ、各地の展示会を巡った。木工が得意なトゥーリッキはその後も制作し、ムーミンシリーズの41の場面が模型になった。この屋敷は短編小説、人形の家や写真絵本、ムーミン屋敷は秘密の匂いのもとになった。 制作において詳細なノートを作った。絵画の制作ノートでは、1930年代のスケッチブックに、金の皮と皮の染色というタイトルで比較の染色について書かれている。洋皮紙、ステンドグラスや特殊な素材、テキスタイル、油彩についての覚え書きもある。1943年のノートには、素材というタイトルで、バレットの手入れやフレスコ画の技法について書いている。 登場人物の登場の仕方や変化の仕方、展開などもノートに記録した。例えば、ムーミンパパ会へ行くの準備では、風向きが変わる時間や鳥の渡りについて書いている。絵本、それからどうなるのでは、印刷技術の指示、色の組み合わせについて書いている。1944年から約60年間にわたって使った。 ウッダンディンナ一番地の住宅圏アトリエは、ビルの最上階の角部屋にあり、天井は約7メートルあった。東部はこのアトリエを気に入ったため多額の借金をして、買い取り、多数の絵画制作や、ムーミンコミックの連載によって返済していった。1960年頃の改装では、パートナーだったトゥーリッキの弟夫妻であるレイマと、ライリッピエティラが設計した。 高窓の下にベンチを置き、天井に欄干を渡して釣り戸棚やロフトを追加した。螺旋階段は、鏡がある部屋に続き、寝椅子、本棚、キャビネットがあった。アトリエ部分には、ベンチ、テーブルと本棚、絵画や、父、ビクトルの彫刻、模型などが置かれた。キッチンとバスルームのどちらかしか置けず、東部はバスルームを選んだ。改装が終わる頃に、 トゥーリッキが隣の建物に引っ越してきたのでアトリエとトゥーリッキの部屋を屋根裏の通路で繋いだ。窓からはヘルシンキの海が見えロフトにベッドを置いていた。ー部は昼間から強い酒とタバコをたしなんでいたという。クルーブ島の小屋では1964年から1992年まで毎年の夏をトゥーリッキと暮らした。レイマとライリピエティが設計し、 トゥーリッキが木材関係、トーベが石材関係を分担して建てた。ワンルームと地下室があり、二人はムーミンのパペットアニメのための模型や人形を小屋で制作した。ヤンソン家には母シュグネーの仕事の影響もあり、蔵書が豊富だった。子供時代のトーベは、セルマ・ラーゲル・レーフ、ニルスの不思議な旅や、ルイス・キャロル、エルサベスコフを読んだ。 トーベは冒険探が好きでラドヤード・キップリングのジャングル・ブックを特に好んだ。子供時代に書いた物語、見えない力は、ジュール・ベルヌやコナン・ドイル、エドガー・ライス・バローズらにヒントを得ている。大人向けの作品では、エドガー・アーランポーの恐怖小説を9歳の時に読み、他に、ビクトル・ユーゴー、トーマス・ハーディー、ロバート・ルイス・スティーブンソン、ジョセフ・コンラッドなどを読んだ。トーベは、 蔵書表を自分でデザインし、職業、性別、情熱、海、怒りなどをシンボルとして描いた。ラテン語で、レボラ・イ t ティ・アマレと書かれており、文法的に正確ではないものの、働け、そして愛せよというメッセージだった。読者から届く手紙に、すべて目を通し、自分で返事を書いた。時間はかかったが、返事を書かない方が負担になると考えていた。 手紙のやり取りは、往復書館、クララからの手紙、メッセージなどの作品の源泉にもなった。最多では、年間2000通に達した。量をする、東部、パートナーのトゥーリッキ、母シグネ母シグネと、父ビクトルが出会ったきっかけは、グランドショミエール芸術学校への留学だった。シグネは、スウェーデンのストックホルム出身であり、フィンランドに移住してビクトルとの生活を選んだ。 シグネは自らを婦人参政権論者と呼び、ビクトルは一族の反対を押し切って芸術家の道を選んでおり、二人とも伝統とは異なる価値観を持っていた。画家でデザイナーのシグネは、東部にとって最初に絵を教わった人物でもあった。東部はシグネから勤勉さも学んだ。シグネはフィンランド銀行の紙幣の絵を描き、切手デザイナーとしても活動した。 本の想定では、自分の手がけた本が、同時に並ぶことを意識して、それぞれ画風を変えていた。差し絵では、ガルム氏に相関から関わり、ガルムの仕事は東部に引き継がれていった。他方で女性の芸術家は、夫の影に隠れて評価されない風潮にあり、常に父の要求に従う母を見て、東部は女性の社会的な立場について考えるようになった。シグネは、 ムーミンママのモデルとも言われている。彫刻家のビクトルは、線が柔らかい女性像や、繊細な子供像を多く制作した。ーベをモデルにした彫刻作品も何点か制作している。ビクトルは、フィンランド内戦の経験で塞ぎがちになり、シグネは、夫について、戦争で壊れてしまったとも表現していたという。内戦で政府側の白、守る隊に属したことが影響し、 親、ドイツ的で、ユダヤ人を嫌っていた。政治について東部は、ビクトルと意見が合わず、関係を修復するのは戦後となった。東部によれば、ビクトルは、悲観的な性格だったが、嵐が近づくと、別人のように好奇心旺盛で面白くなり、子供を連れて、冒険に出かけたという。ビクトルの作品は、エスプラナーディ公園やカイサニエミ公園に展示されており、 東部の墓石にも、ビクトルの彫刻が使われている。東部は長女であり、弟のペル・ウーロフ・ヤンソンとラルス・ヤンソンがいた。ペール・ウロフは、短編小説集、若き男、一人歩くでデビューした後に、写真家となった。写真絵本、ムーミン屋敷は秘密の匂いでは、ペール・ウロフが撮影した、ムーミン屋敷の写真が使われている。ペール・ウロフによれば、東部は、 スポーツ選手のような体格で良い被写体だったが、写真に撮られることがとても苦手だった。末帝のラルスは15歳で冒険物語、トルットガの宝を発表して、好評となり、支配者や、我は我が不安なりなど執筆を続けつつ、1940年代は、東部とガルム氏で共作をした。ラルスは、ムーミンコミックスの連載当初から東部を手伝っており、 東部が連載の重圧や他の活動との掛け持ちで悩んだために公認を希望した。ラルスは1960年から1975年まで一人で連載を続けた。ラルスの娘で東部の名にあたるソフィア・ヤンソンは小説少女ソフィアの夏のモデルになっている。おじたちは冒険が好きで探検家気質のものが多く子供時代の東部に影響を与えた。 ストックホルム工芸専門学校の生徒時代は地元にいた叔父のウロフやエーエナルの下で暮らした。写真家のエヴァニコフは生涯を通じた親友だった。エヴァはロシア革命によってフィンランドに亡命したユダヤ人で第二次大戦時にアメリカへ亡命した。二人は文通で交流を続け、東部がトゥーリッキと世界一周旅行をした際にニューヨークで再会した。 哲学者、政治家のアトス・ビルタネンは、戦争中から戦後にかけて東部と交際した。当時のフィンランドでは、カップルの同性は、狼夫婦と呼ばれて、非難の対象とされ、しかも女性に非難が向けられる傾向にあった。東部は一時は、アトスとの結婚を考えるが、アトスは常に多忙で、東部と過ごす時間が短く、友人関係へと変わっていった。広い帽子とパイプを持ち、 放浪を続けるアトスは、砂付近のモデルにもなった。1940年代に交際した、舞台監督のビビカ・バンドレルは、東部にとって、初の同性の恋人だった。二人の関係が解消した後も、ビビカは、東部と共に仕事をし、アドバイスを与えた。楽しいムーミン一家には、東部とビビカをモデルにしたトフスランと、ビフスランというキャラクターが登場する。 1950年代から長年のパートナーとなった女性はグラフィックアーティストのトゥーリッキー・ピエティラだった。二人は世界一周旅行をはじめ各地を旅した。彼女はムーミン国博物館に収められた数多くのムーミンフィギュアやムーミン屋敷の制作でも知られ、ムーミンダニの冬に登場するトゥーティッキーのモデルになっている。ー部はムーミンダニの冬を執筆できたのは トゥーリッキのおかげだと語っている。ヤンソン一家は動物とも暮らした。対戦後の物々交換での勘違いがきっかけで猿がやってきて父ビクトルが世話をした。ビクトルと猿の関係は、当米の小説、彫刻家の娘にも描かれている。黒猫のプシプシーナはヤンソンのアトリエとトゥーリッキの部屋を行き来していた。プシプシーナは島暮らしの記録に登場している。 フィンランドでは芸術家といえば男性を指す風潮があり美術界での評価は遅れた。芸術レビューであるフィンランド美術の1970年版には、東部自身の項目はなく、父、ビクトル・ヤンソンの項目で彫刻家の娘の著者として紹介されていた。1998年の改訂版で東部は自身の作品と共に掲載され、 国際的なイラストレーターと説明されていた。研究においては、1964年にハリー・ハックゼルがムーミンの文学史研究を発表した。東部の作品が本格的に文学研究の対象となったのは1980年代以降だった。性的平等を目標に活動する北欧諸国の団体は、東部を先駆者として評価している。東部は研究者に協力して、 論文発表会に参加することがあり、他方で報道関係者は避けた。東部とツーリッキは大統領官邸などの公の場に同席し、独立記念祝賀会に招待されたフィンランド史上初の同性愛カップルとなった。東部は自分の記録を厳密に管理した。資料の多くを寄贈しており、応募アカデミー大学に走行と読者からの手紙を送った。 ムーミンの原画については、タンペレシ美術館に約2000点の絵を寄贈した。研究者に渡す資料も管理し、誰に何を送ったかも記録した。ノートには自作の情報を記録し、よく聞かれる質問に対する答えも用意していた。2020年にはフィンランドで、電気映画、東部、東部が制作された。30代から40代にかけての東部を描いており、 ザイダ・バリルートが監督し、東米役はアルマポースティが演じた。ありがとうございます。